はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、焼酎。香類焼酎。狂月。これは初めて。未だに俺狂月飲んだことない。飲んだことないってことなんだけど、多分紹介してないんじゃないかな。未だにパート900なんぼで。なぜ紹介しなかったか、まずいからです。うん、もうそもそもサントリーじゃねえか、サントリーでな、狂月って。サントリーの時点でもうあんまりあーってなったんだけど、狂月っていう時点でもうあーあかんってなって、もうあかんわけですよ。うん、韓国焼酎って、まあ、韓国俺大嫌いな人間なんで、韓国は俺絶対に行きたくない。国ナンバーワンでもないか。韓国、中国、北朝鮮、この3個はもう行きたくないのナンバーワンの国だから。絶対行きたくない。だからそこの会社の、会社っていうか、まあ、製造のね、あれだから、絶対飲みたくないっていうか、もうあれなんだけど、その雑念を、ちょっとでもこう捨ててですね。いや、ここはやっぱりちょっと酒好きな人間として飲まないわけにはいかない。ということで、狂月のアルコール度数25度。容量が 200ml んで、原材料が、どうやら何にも書いてない。あれ？原材料書いてねえのこれ。バカな。原材料が書いてない。そんなバカな。バンナソかな。容量 200ml、アルコール度数25度、酸味量って書いてあるな。原産国、大韓民国。輸入者及び取引先が、ロッテ種類ジャパン株式会社。発売元がサントリースピリッツ株式会社。原材料書いてねー。何この会社、意味わかんねえ。よくこれ発売したな、お前。マジで書いてる。普通書いてあるんですよ。普通ですね。まあ、例えば、ですね、同じ焼酎香類でもですね、まあ、宝焼酎のレジェンド、35度アルコールです。ここにちゃんと原材料、サトウキビ糖蜜、トウモロコシ、大麦、コーンスターチ、ライ麦、全部書いてある。しかも栄養成分まで書いてある。栄養成分 100ml あたりエネルギーも書いてある。タンパク質、脂質、糖類、糖質、食物繊維、ナトリウムまで書いてある。これ。何にも書いてない。本当に原材料。あと、なんだっけ？成分表何にも書いてない。はぁ、で、ここに書いてあるのが、雪だけ産系、天然水仕立て、天然水仕、これなんて読むんだ、天然水仕上げか。あ、仕上げなんだね、これね。狂月は豊かな自然に囲まれた、雪竹山、かっこソクラ山、違う、ソラク山、系の澄み切った天然水で仕上げた焼酎です。その味わいはスッキリとして口当たり優しく、好みの、スタイルでお楽しみいただけます。って書いてあります。これ嫌な予感しかしねえな。これ飲んだらなんか、変な成分入ってない。でもアルコール度数25度、3ミリオットは書いてある。
甘味料が入ってる焼酎香類は聞いたことがない。いろいろ飲んできたけど、一個も飲んだことがない。これはやばいぞ。やばい香りがプンプンするぜ。原材料が書いてない時点でおかしいけど。絶対におかしいことはもう一つ、酸味料ってなんで入ってんだ。なんだ？韓国で実際作ってる工場が何の原料なのか、このサントリーは、あれ、把握してないってことか。うわぁ、やばそうだな、これ。飲んだら、ガンにならないか。ガンになったりしないかな。怖すぎるんだわ。乾杯。いや、でも、味自体はそんなに悪いっていうか、いや、でも思ったほどそんなに悪くはないな。まあ、うん。普通の香類焼酎だ。言うてそんなに甘くもないし、まあ別に変な甘さもない。うん？まあでも変な甘さもないって言うても、原材料も書いてないっていう時点でちょっとおかしいから飲みたくはないよね。とは思いませんか？あなた、原材料が書いてない、不明の、まあ、いわゆるさ、これ、原材料不明って書いてるのとほぼ同義ですよ。うん、そんな飲料、酒を、俺今飲んでいるんだ。ブルブルブル。なんか震えてきた。なんか、気分が悪くなる。マジかよ。これ日本にあっていいのか、この酒は。こんなのよく厚生労働省許可したな。厚生労働省かどうかわかんないけど。保険、なんか、政府、これを、許可下りたな、これ。この飲料。本当にやべえな、これ。まあ別に味自体は、いや、味自体は別に割と普通ちゃ普通だな。狂月。いや、割と普通だ。石原さとみ。CM。狂月。原材料。ここに原材料書いてねえとか言うなよ。なんか書いてないような気がするけど。怪しいな。また書いてねえ。原材料書いてねえぞ。だって、ソクラ山の水っていうのと、天然水仕立て。っていうのしか書いてない。
いてねえ。マジだ。ガチもんだ、これ。本当に書いてない。サントリーのホームページどこを見ても何も書いてねえ。マジもんや。これ、今月原材料とかでググった方がいい。今月グリーンの原材料は何ですか？お客様センターサントリー。麦、米、トウモロコシ、糖蜜、カッコ、砂糖キビなどです。なんでこれ表示しないの？は？お客様センターの Q&A にわざわざ聞かないと答えられないってどういうこっちゃね？怪しいぞ、これ。ものすごい怪しいぞ、これ。本当かどうかもよくわかんない。え？怖え。なんか怖えんだけど。とりあえず、お客様センターの回答では、麦、米、トウモロコシ、糖蜜だそうです。ちょっとこれは、なんかそのまま飲んでやばそうな気がする。ものすごいやばそうな気がする。怪しい。まあ、とりあえず飲んだ感想としては割と普通。まあ原材料は知らないけども、味としては割と普通です。ただ酸味量っていうのも気にはなるね。しかも原材料に、その回答では、これ酸味料って書いてあるのに、酸味料って答えてないからな。それもちょっと怪しい。お客様センターでは、酸味料って書いてない。じゃあ書いてないというか。しかも、一番気になるのは、麦、米、トウモロコシ、糖蜜、などですって書いてある。などですって書いてある。なんだこのなどって。などだと。なんだその曖昧ななんか、表現の方法は。怖えな、これ。やべえ、これ、マジで。ガチもんや、これ。今度から絶対今月買わないようにしよう。これはもう飲むけど。くわー、これはちょっと炭酸で割ったりして、飲んだ方が、なんか体に負担がなさそうでいいわ。なんか気持ち悪くなってきた。気分、なんか、おかしいよな。原材料が書いてない商品って、酒なんて存在しないだろ、普通。どうなってんだ？わかんねえな。いや、これはおすすめませんわ。俺個人的にやっぱ、まあ、味が普通だけどさ、味普通っていうだけでさ、あんまり安心感っていうのは全くないよね。うん。2231です。これはさすがに、原材料表示してないっていう時点でちょっと、怪しい上に、サポートセンターもなんか怪しすぎる。サポートセンターにわざわざ聞かないと答えてくれないし、サントリーのホームページに書かれていないのも非常に気になる。これはありえないでしょう。今の日本では。知る権利は一体どうなったのかと。ね。皆さん、まあ、別にいいですけど、まあ、
まあね、個人的にはちょっとさすがに、これは、危険と判断せざるを得ません。それではご視聴ありがとうございました。